12レース6号艇の土屋みな美選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は1月に優勝されて以来ということになりました。お盆レースのドリーム戦でのスタートということなんですが、お気持ちはいかがですか？いや、まさかこんなね、すごい岡山の先輩の中で選んでもらえると思わなかったので、はい、まあ、選んでもらったからには一生懸命頑張りたいです。はい、手にされたエンジンは2連体率 37% なんですが、全権乗ってみていかがでしたか？なんか最近加工気味っていうのは聞いてたんですけど、でもそんな感じはしなくて、はい、ハンデもそんな下がることはなかったので、はい、乗り心地は良かったので、そこをもっといいようにつなげていけたらいいなと思います。はい、思い切って全速ターンが打てるような仕上がりになってくるといいですね。はい、はい、小島、この後はマクリキング決定戦の G2 にも出場ですもんね。はい、はい、そういった攻めのレースができるといいですね。そうですね、攻めたいです。はい、今回はお休みもありながらの夏場なんですけれども、はい、この地元戦ぐらいからぐっとまた派手な活躍したいですね。そうですね、ちょっと最近あまり走れてないので、はい、いい何かチャンスをつかみたいです。はい、前回のように思い切った調整もして攻めていただけるかと思います。はい、今回師匠も一緒ですから楽しみですね。はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、久しぶりの地元戦なので活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。